はい、どうも、メヘロおじさんです。お疲れ様でございます。今日昼から行ってですね、1週間終わりましたというところでございます。で、12月の7日ぐらいに多分1000人、あ、1000人じゃない、900人を超えたのかな、登録者。で、今、988人ということで、10日待たずしてですね、なんていうんですか、1000人に近づいてるというところで、あと12人で一応1000人なんですけども、今日はですね、21時から、笹吉さんとライブ配信をしますと。こういうところなので、それの準備をしているところです。本ちゃんは17日なんですけれども、17日当日やってですね、うまくいくかわからんなというところで、その打ち合わせをしているんですけども、全然うまくいってないです。YouTube の、その、ライブ配信機能を全然使いこなせてなくてですね、お互いに。で、LINE でやり取りしてるんですけども、ヒントみたいなのを見たら、どうやら E メールとかじゃないと、それはダメみたいなことが書いてあって、ちょっと解決に向かってるかなってところなんですけども、よくわからんなりにやってるんで、どうせまた、今日の21時からバタつくんだろうなというところでございます。バタつくで言うとですね、おじさんも、12月7日からずっとバタついてるんですね。ショート動画を作りながらですね、900人行きましたとか動画を作ってるんですけども、なんか知らんけども、10日経たずしてもう1000人行きそうやなみたいなところもあるし、で、なんていうんですかね、1000人行ったら今度は、もう再生時間の方は1万2000時間ぐらい行ってるんでですね、余裕でクリアしてるんですよ。なので、おそらく申請をしないといけないんですけども、これまた年末にかけて申請してなんかガチャガチャやってたら、それはそれでまたバタつくし、1000人行ったら1000人行きましたの動画も出したいしとか、最近であれば、その1000人、行くことによって、またその拡散能力っていうのがぐんと上がるっていうのを見てるんで、そこからまたわたわたするんじゃないかみたいなところで、わた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 ばっかり言ってて、はい。全然、いろんなことができてない状態でございます。はい。で、今日はとりあえず21時から笹吉さんとライブ配信のやつもやるんですけど、どうやら、僕の認識では、私のチャンネルと笹吉さんのチャンネルが、ガッチャンコして画面半分割れるけども両方のチャンネルに入ってる、という風な認識だったんですけども、どうやら、僕がちょっといじってる中ではなんか違って、私のチャンネルを言うたらライブ配信にしたら、私のチャンネルに笹吉さんがこう割り込む形になるっていうような形で、多分持ち分っていうんですかね、は、自分が招待する側、される側になるんで、招待した方が多分こう、見られるようになるんじゃない、見られるとか、その所有権っていうのはあるんじゃないかなと思ってるんで、個人的には、その笹吉さんが今日、昨日かな、収益化の申請を開始したらしいんですよ。笹吉さんの方は最近、動画を始めてバズらはったから、登録者は4000人いるけれども再生時間が足らなかったんですね。で、それが機能を足りて、収益化申請の話が来て、やらはったので、本来であれば笹吉さんのチャンネルに私が、参加するっていうような形で、笹吉さんから招待してもらって私が参加する方が、向こうのその再生時間に加わるっていうこともあるし、そもそも向こうの方が登録者多いんで、そっちの方に、私がお邪魔することで、認知してもらえて、なんていうんですかね、登録者がそもそも増えるんじゃねえかというふうにも思うんですけども、その辺のところがまだ全然わからないんですよね。その解説してる人の動画とかもちょこちょこ見てるんですけども、なんか容量ええへんなっていうような感じで、見てます。よくわかんないんですよね。っていうようなところで、戸惑いながら、ライブ配信の方は戸惑いながらやってて、1000人突破うんぬんっていうのは僕がちょっと勇み足になってるところもあるかなと思ってます。そうなんですね。あと12人やっていうところで、なんかここ最近毎日10人ずつ増えてきてるんですけども、もう一体おじさんの何にそんなにこう、魅力を感じられてるのかっていうところが、いまいち自分でも掴みきれてないっていうふうに、そのコラボ相手の笹吉さんにも言ってるんですけども、おじさんが失敗を言うとコミカルに話してるっていうスタンスがいいのか、あるいはその、失敗経験ですよね。っていうのが、結構稀有というんですかね。失敗したらもうみんなそのままにしてしまって。それだけ大きい失敗したらね、もう喋らずに、ひっそり暮らすっていう人もたくさんいるんですよ、メンヘラ関係はね。なんですけども、それをこう結構自分なりに分析をしたりとか、あるいはあの時はしんどかったけどこうだよねっていうような形で考察みたいなものをしながらですね、出していることがいいのか、
いまいちつかみきれてないので、経験値で話すのか、その専門知識で話すのか、自分なりの考察で話すのかっていうところが、なかなかこう、決めきれずにですね、言うたらボールを投げているような感じなんでございますね。はい。なので、言うたら唐突に、料理をやってみるとかいう、とち狂った動画を出したりするわけですよ。はい。みんなに言われるがままにちょっとやってみようかな、みたいな感じであるんですけども、そうやってトライアンドエラーアンドエラーをしてですね、やってるがゆえに1年5ヶ月もかかったというところなんですよね。当然、会社からなんかいろいろ言われたりもしてるんで、その辺のところもあってね、なかなかこう思うような動画も出せなかったり、特に霜に関する動画が全然出せないんで、こういう時になんか飛び道具でそういう話をしたらいっぺんに伸びるのになとか思いながらも、今なんか結構クリーンなチャンネルを作ってるんで、で、しかもオフ会でね、いい感じでスイッチができてて、みんなそれなりにこう、満足度が高い状態で今行ってるんで、オフ会の、流れも変えたくないしっていうようなところで、今なんか、なんですかね、ドラクエでいうとこうレベル3とか4とかのところからですね、徐々にこうレベルアップしているような感じで、ラスボスあたりになってくるとやっぱ面白くなくなってくるんですよね。ある程度道具も揃って、もうなんか終わりも見えてきたやんっていうような感じの、レベル上げのしんどさっていうのもあると思うんですけども、今そうじゃなくてなんか、ようやくこう、なんですかね、自分の、言うたら組み立ててたものがですね、形になり始めているっていうところで結構楽しいところなんですよね、というようなところなんで、これを、言うたら、今は楽しみにですね、生活しながらやってると。いうようなところでございます。全然伸びない100人までとかマジしんどいですけども、やっぱこう順調に伸びてってる時っていうのは結構楽しかったりするんでね。今なんか特に楽しいところではあるんですけども、楽しいがゆえに動画たくさん上げすぎて、あれネタ全然考えつかへんなみたいな。考えつかへんけど、なんかとりあえず、再生ボタンポチッと押してそっから考えようみたいな。そんな感じでもやってたりするんですけども、なんかそういうのもちょっと楽しいみたいな。感じでございますね。他の人とか専門性が高い人とかもう本当にね、キレッキレの動画で本当にビンビン再生数と登録者数を伸ばしててすげえ羨ましいんですけども、僕はなかなかそんな器用なやり方もできず、だって僕サムネイル作れないですからね。サムネイル作れない、編集できないでようここまで来たなと思いますもん。自分が目標にしてる失敗小僧さんですら多分そこら辺ちょっとやってはるんですよね。で、フリップ書いたりとかいろいろしてるんですけど、僕もほんまにデタラメで結構やってたりするんで、その代わり動画本数は半端ないですからね。1600本ぐらい上げてるんで、そこら辺は慣れなのかなと思ってるんですけども。そうですね。はい。そんなところでございます。で、よかったら21時からですね、ガチャガチャやりながらなんで、ちょっとライブ配信の、接続とかの関係で、うまくいかないかもしれないですけども、よかったら、ちょっと意識しておいていただけたらなっていうのと、今、チャンネル登録者1000人近くになっててですね、おじさん自身が結構わたわたしてですね、なかなか、ちゃんとした動画出せないっていうのはちょっと申し訳ないんですけども、なんだろうな、応援していただけたらなと思ってますし、1000人超えたらこんなことをしてほしい、あんなことをしてほしいだったりとか、言ったらどういう立て付けの店構えにしていったらいいのかとかね、そんなんを教えていただけたらなと思います。一応ね、自分の中ではメンバーシップをやろうと思ってて、メンバーシップで何をするかというと、オフ会の、言ったら優先チケットじゃないですけども、オフ会に参加してくれる方とか、あるいはそのおじさんとコンタクトを取ってくれる方とか、その人たち向けに一応1000円のコースと、ライブ配信を僕週に1回やってて、非公開にしてるんですよね。なんですかね、言った会社に見られたくないので、限定公開にしてるんですよ。で、限定公開にして何してるかって言ったら、月々お金くれてる人にだけ見せてるんです。っていうような感じでのやり取りをしてるんで、なんですかね、見漏らしの場合は、その1000円のコースで、言ったら見漏らしたからくださいよっていうふうに、申請いただいたらそれを渡しますと。で、言ったら月額
でいただいてる方にはですね、毎週毎週僕メールして送ってるんですよ。っていうようなことをしてるんで、まあそういうコース、であるとか、あるいはまあ個別で相談に乗りますよとか、いうのを、まあ言うたら売りにしてですね、やっていこうと思ってます。まあ個別相談もね、いろいろちょこちょこ来てるんで、まあもちろんその、FP として、っていうようなことであったりとか、僕証券概念も持ってるんで、それに基づいてですね、投資経験に基づいていろいろ話したりもしてるんですけども、メンタル病んでる方からもですね、話聞いていただけませんかっていうようなところで、まあ、DM いただいたりとかもするんで、まあ、それに対して答えているというような状況です。まあ、それを言い出したら、なんか、おじさんめっちゃいろんなことやってるなって話なんですけども、まあ、登録者が増えていくごとにですね、お願い事がめっちゃ増えてきてまして、なかなか、パンパンとまでは言わないですけども、まあ、すべてに対応するのがちょっと無理になり始めているかなと思ってます。まあ、ね、通常のその動画配信であったりとかもしてるんで、それを言うたら、抜くと、まあ、個別で用事も入ってたりするんでね。すべてに対応できるかって言われたら、もうそろそろちょっと、優先順位をつけ始めないと難しいかなと。でも、言うたら、おじさんの好きなタイミングで、好きなことを喋ってください。それで僕いいですからっていうものに対しては結構ラフに答えられるんですけども、僕のためにこれをしてくださいっていうような答えに対しては、なかなかこう、言うたら、ただで、やるわけには、いかなくなってきてるなっていうような感じです。まあ、優先順位もあったりとかね。僕自身も結構調べ物をして、それを出すっていうような形でやってるんで、そういうようなところまで手が回らなくなってきてるかなっていうのが、今ちょうど1000人って、1000人マイナス12の988人かな、の登録者のおじさんの今の現状でございます。はい。というところで、ちょっと長くなりましたけども、今おじさんの現状とですね、まあ今日、明日ライブ配信やるんでよろしくね、というようなところでございました。以上です。